と。大丈夫ですか、トムヤ君。ああ、ちょっとぼーっとしまった。ぼんやりしてんじゃねえ。怪我しても知らねえぞ。お父さんの打順です。トムヤ君も応援してあげてほしいです。アキオさん、ファイトですよ。このホームランをサナイ、お前に捧げるぜ。やりました、お父さんすごいです。見たか。じゃねえ、今度の日曜また試合があるからお前が人数集めろって言ってるんだよ。いや言ってないだろ。相手は隣町の商店街チームだ。うちの商店街チームとは宿命のライバル関係にある。お父さん大人のチームにも入ってるんです。だが最近あっちが元甲子園球児を入れやがった。おかげで俺たちはここんとこ連戦連敗、いいとこなしだ。それで近頃ご近所の方々の元気がないんですね。町の奴らを元気づけるためにも次は是が非でも勝たなきゃならねえ。この際全員助っ人でもいい。肝心なのは流れを変えることだ。だからってなんで俺が。お前ら今日から2学期だ。学校には演劇部って頼りになる仲間がいるじゃねえか、はい、学園祭の時のチームワークを見た時から俺は思ってたんだ。こいつらと野球をやってみてってな。渚の彼氏ならパパにもサービスしやがれ。あのな、俺が右肩を痛めてるの知ってるだろ。俺の心にてめえが火をつけたんだ。ライクザファイアボール。わけわかんねっす。もしかしたら奇跡が起こせるかもってな。二学期が始まった。俺はまだ渚の家に厄介になっている。高校3年の俺たちはそろそろ進路を決めなければいけない時期だ。でも俺はまだ自分の将来が見えないままだ。やる、面白そうじゃない。キョウちゃんが入ってくれれば100人力です。この篠原洋平をスカウトするとは、渚ちゃんの親父さん結構見る目あるじゃん。ああ、お前の天才的な運動神経を見込んだらしい。そうか、才能ってのは隠してても吹きこぼれちゃうもんなんだね。相変わらず扱いやすくて助かるぜ。今なんて？嘘嘘、お前超天才だし超運動神経いいし超薄型で夜も超安心。まあね。智也くん、私も野球やってみたいの。琴美、ルール知ってるのか？前に智也くんと智也ちゃんが野球部と試合してるのを見たの。とっても楽しそうだったの。見てたすか。りょう、あんたはどうする？私は応援してるよ。スポーツは自信ないから。私も精一杯応援します。頑張ってくださいね、智也君。ふーん、なんだよ。あんたたちだんだん恋人らしくなってきたわね。あ、そうでしょうか。こんな場所に呼び出して何の用だ？篠原がお前にエッチなことをしたいそうだ。智也の運動神経は
今さら測るまでもなかったか。僕は測定器ですか。何の話だ。すごいです、智代さんまで参加してくれるなんて。まだ決めたわけじゃないぞ。ミサエさんが出るなら私も出ると言ったんだ。ミサエさん運動神経良さそうだし、何としても口説き落とさないとな。付き合いの長い僕が頼めば大丈夫さ。お、吉野雄介さんです。ああ、いつかの結婚式の。ちょうどいい、あの人も誘おうぜ。おーい吉野さん。聞こえてないみたいです。よし、吉野コールだ。吉野コール？ステージのアンコールみたいにさ。そうすればきっとミュージシャンだった頃を思い出して答えてくれるよ。せーの、よっしーの、よっしーの、もっと大きな声で、よっしーの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 。なんの嫌がらせだ。無理だ、日曜は仕事がある。そうですか。悪く思わないでくれ。じゃあ待ってくれ。智也くん、無理にお願いするのは。こいつは、篠原はさ、あんたに憧れてんだよ。え？こいつ、実家は東北だし、卒業したら二度とこの町に来ることもないだろう。だから、この町の思い出にさ、憧れの吉野さんと最後の思い出を作りたいって、そう思ってるんだ。そんな事情があったのか。知りませんでした。岡崎、お前僕のためで。お前らまで感動するな。そうか、そいつは邪険にしてすまなかったな。それじゃあ、あ、なんとか時間を作ってみよう。大勢で何の用？野球しようぜ。しない。じゃあね。お前は黙ってた方が良さそうだな。なんでだよ。ミサイさん、話を聞いてもらえないだろうか。まだ何か用？野球しようと。お前は喋るな。あら、坂上さん、また生徒会の相談？今日は違うんだ、あなたと一緒に野球がしたいんだ。え、野球？うん、あなたはその目標だ。そしてライバルでもありたいんだ。スポーツで共に戦うことができたらきっと学ぶことが多いと思う。承知してもらえないだろうか。そういう目をされると弱いのよね。ちゃんと9人揃いましたね。最後の一人はメイちゃんか。本当に来てくれるのかな。智也くんのお父さんにも来ていただきましょう。頑張ってる智也くんを見てもらいましょう。私もちゃんとお会いしたいです、智也くんのお父さん。また今度にしような。あ、智也くん待ってください。間に合ってよかったです。吉野雄介に会えるって言ったら夜行で飛んできたよ。相良さんのことはよく覚えています。いつも目立ってましたものね。あ、その説はお世話になりました。夫婦仲は円満みたいね。おかげさまでな。ミサエさんと吉野さんたち知り合いだったのか。みたいです。全員集合。今日はよく集まってくれた、礼を言う。しかし負けたら意味がねえ。ヘマをしたやつはサナエのパンを食わせてやる。気合い入れていけよ。サナエのパンって何のこと。知らない方が幸せだ。いよいよ試合開始です。お姉ちゃんしっかり。ユウくん頑張って。皆さんファイト。ファイト。こんな寄せ集めのチームで挑戦とは、あんたも落ちぶれたもんだぜ。さあどうかな。俺にとっちゃ最高に楽しいチームになるはずだぜ。ヒッストライク。あ、早い。あんな球を受けられるのはこん中じゃお前の兄さんだけだろ。手が持たねえよ。あんたの手なんかどうなってもいいからちゃんと受けなさい。ひどすぎませんかあなた。三者凡退か、いい出だしだ。あれ、あいつ左だっけ。どうせ左打席の方が一塁に近いからとか、そんな理由じゃないの。
だ強打と見せかけてバント。しかもアウトってすごくかっこ悪い。幸先悪すぎ。チームの疫病神ね。相手は甲子園投手だぞ。てめえは打てんのかよ。やってやろうじゃないな。お、やるじゃねえか。どんなもん。3番僕行きます。お前はルールを知らないのか。まずは3点先制だな。なんだよてめえ勝負しやがれ。ワンアウト満塁だ。頼むぞ友よ。私はバッターをやるのは初めてなんだが、ま、手が逆だ。こうか。もっと足を開いて腰を溜めて打つんだ。打ったら一塁へ走るんだぞ。ストライク。友よ、ここからここ以外は振らずに見送れ。見たかてめえら。バカな。悪い、ボールをなくしてしまった。いいんだよ、一周回ってこい。すっごい強そうですね。ああ、さすが元甲子園球児だ。大丈夫？おっさん、すまん、大丈夫か？てめえわざとだろ！いや、不可抗力だって。どうする？こっちの選手誰か貸そうか？バカ野郎、それじゃ意味がねえ。負けられねえんだよ、この町の威信にかけても。ピッチャー交代。ピッチャー古川渚。え？渚ちゃん大丈夫でしょうか？中途半端に運動神経のいいやつが投げてもかえって打たれちまう。それなら運動音痴の山なりボールの方がボンダになる可能性が高い。渚ファイトですよ。ファイファイ。渚落ち着いていけ。打たれても私たちがついてるからね。はい、よろしくお願いします。来い渚ちゃん。トモヤ！アウト！皆さんのおかげでなんとかチェンジにできました。気を使わないの、私たちはそのためにいるんだから。岡崎、僕の前にランナー貯めろよ。肩痛めてる人間に無茶言うなよ。ストライク！バッターアウト！1球目に内角低めが来る確率 62%、 バットの長さ 800mm、 ボールの大きさ 70mm、 私の両腕の長さと肩の可動範囲、それにボールの速さを計算すれば必ず打てるの。お、テキサスヒット。カトミー走れ。スレやったの。次は僕だ、おめえバンライのチャンス。嫌なチャンスだな。アウト！あんたバカ！琴美がヒット打ってんのに台無しにしちゃって。篠原最低。かっこ悪い。まさしくおめえ万来だ。ノーアウト三塁。またもや試練だな。渚ちゃん頑張って。あ、ライトか。忘れてたの。いや、お前のおかげで1点で止められたんだ。あれで上出来だ。取られたら取り返しゃいい。ガンガン打ってけ。うちの女性陣はすごいね。元甲子園ピッチャーからヒット打ちまくってさ。ノーアウト1、3塁。次は誰だ。そうか、お前だったな。スクイズでいいや。スクイズ？どんなクイズでしょうか。
でもいいから思い切り振ってこい。ストライクバットアウト。首バゼ。まあいいね。次は手法のトモピョンだし。変な呼び方をしないでくれ。トモヨさん、またホームランお願いします。お願いなの。嫌だ、うん、私は女の子らしく小さくて綺麗なヒットがいい。ファイトですよ。お、はあ、女の子らしいヒットは難しいな。岡崎さん、この肩でできることと言ったら。アウト。好きじゃねえがな。まあ悪くない作戦だ。岡崎、お前落ちぶれたな。誰かさんのようにダブルプレイになるよりマシだろ。なことはねえよ。男だったら果敢に行くっきゃねえよ。ミサイちゃん言うな。これでよし。ヤシノさん頑張ってください。ああ。ストライク。ここまで何の活躍もできなかった俺だが、子供たちのためにも必ず打つ。ストライク。ファイトですよ。これが俺からの贈り物だ。こういう風景って今も健在なのね。子供たちよ、これが今の俺にできる唯一の贈り物だ。思い出という名の形のない贈り物だ。俺には金もない。形あるものなんて買い与えてやれない。それでもアウト。本当に変わってないわね。申し訳ありません。ついに逆転されたか。ファイトですよ。スビバゼ、渚ちゃんに責任はないよ。あいつらが強すぎるんだ。逆転されたのはあんたの暴投のせいでしょ。その前にタイマンプレーもあった。キャッチャーフライを落として逆転のランナーを出しちゃったのもお兄ちゃんじゃない。ああ力んじゃった。ワンアウトだ。渚、行ってこい。あ、はい。渚さん落ち着いて。渚ちゃん集中です。思いっきり振ればいいと思うの。リラックスリラックス。アウトになってもいい。悔いが残らないように思いっきり振っていけ。悔いが残らないように。へい。やりました。よし、さすが俺の娘だ。ここは力いっぱい打つ。あれはしょうがない。残念だったな。今の俺は笑えているか。いや、笑ってないっすけど。悪いな、こんな俺で。こんな無様な俺で。こんな思い出で。しかし、最後には笑う。ゆうくん、頑張って。これが俺からの贈り物だ。おお、よし、逆転のランナーが出た。子供たちよ。これが今の俺に、おっとタイム。これが今の俺にできる唯一の贈り物だ。思い出という名の形のない贈り物だ。俺には金もない。形のあるものなんて買い与えてやれない。それでも形はなくても思い出はいつまでも残り続ける。俺はそう信じている。あの、もういい？まあ、ありがとう。ゆうくん偉いです。ヤシノさんの言葉感動しました。おい小僧、2アウト満塁だ。スクイーズはできねえ。あとはお前に任せる。でも俺は肩が。岡崎さん、ファイトですよ。渚にホームを踏ませてやんなさい。頑張ってください、岡崎くん。岡崎ならきっと打てる。智也くん頑張って。この街に勝利を。
ミサイさん、今度また部屋にお邪魔させてほしいのだが。いいわよ、いつでもいらっしゃい。お待ちどうさまでした。どんどん食べてくださいね。とってもとっても美味しそうなの。パイパイ。ずっと気になってたんだけどさ、あの人誰？渚ちゃんのお姉さん？まあそんなところだ。美人姉妹か。渚さん、お願いがあるんですけど。何ですか？いや、ほんと気持ちよかった。これってマジ最強チームじゃない？お姉ちゃんかっこよかったよ。またこのチームで試合するか。思い出作りのためならいつでも呼んでくれ。それじゃあ改めて我が古川ベイカーズの勝利を祝して乾杯！進学は無理だから適当に就職して適当に働いて、ま、僕にもしっかり者の恋人でもいれば妹もホッとするだろうけどさ。それだ篠原さん。